な仮装だったわね、チハタンズ。こんなバカバカしい偽装なのに割と効果があったのね。南西門、西浦門からの進行を防げたのはいいが。うん、侵入経路を守っている私たちに対して向こうは火力を集中して私たちを攪乱、分散させて格好撃破を狙っていたから。分散しないように後退しつつ逆に突出してくる敵の格好撃破を狙ったのね。そうね、冷静で落ち着いたいい対応だったわ。でも隊長は気づいてすぐ作戦を切り替えたのよ。分散が嫌なら望み通りにしてやろうってね。私たちを一箇所に集めて叩く作戦ですね。そう、チャーフィーをおとりに T28 で追い立てる。連携やチームワークはそちらの専売特許ではない。その通りです隊長。うちらは上から見てただけだったけどすごかったっすね。あれ流れるような包囲誘導でしたね。ああ、こっちが気づいた時にはもうどうしようもなかったな。T28、本当に怖かったです。T28 といえば、105ミリ手砲と戦艦の砲撃にも耐えられる300ミリの正面装甲、4本の履帯を持つ超重戦車ですからね。開けた場所でしたら私のクルセイダーでぶっちぎってお差し上げでしたのに。投入する局面を含めての戦術ですわ。タラレバはあまり品がよろしくなくてよ。トータスがあればとか言ってなかったか。この装甲は貫けそうにありませんね。やっぱりすごい戦車だよ。これマウスとどっちが強いのかな。火力は双方想像を絶しますし、 T28 の重装甲、それともマウスの回転砲と、どっちもすごい戦車としか言いようがないですよ。そうだねゆかりさん。では次の思い出作戦はこの戦いでいきたいと思いますが、いいですか。東通用門から T28 が出現、その後こちらが追い込まれてしまうまでだな。よし、じゃあそろそろ大学生のお姉さんたちの力見せてあげちゃおうかしら。知ってると思うけど T28 はとっても手ごわいわよ。始めよう。了解。それじゃあ次の思い出作戦いってみよう。ミポリン、アリスちゃんよろしくね。はい、それじゃあ行きます。せーの、パンツァーボー。私たちにできる。それでは試合を始めます。作戦を変更する。分散が嫌なら望み通りにしてやろう。了解了解了解。出た T28 だ。逃げろ。ちょっとそっちじゃない。気をつけて挟まれるわよ。西の路地に逃げ込んで正面ドームを逆時計回りに。西ってどっち。わかんない。前進して敵車両発見。こう戻れ。進むぞ。ファイヤーの手どうしたの。こちら正門チーム、チャーフィーの動きに仕組まれた何かを感じる。通用門組は注意せよ。前進進め。交代しといて来て。敵車両見つけよ。当たった。気づいているのに無視されている気がしないでもないのだが、気のせいかな。装填完了。装填完了。くらえ。進むの。交代。確
追尾攻撃は散発的。妙ね。頑張ればいいってもんじゃない。なんでそんなひねくれたことばかり言うのよ。よく見てごらん。ん？くらえ！聞いてるよ。囲まれてない？包囲完了。一方的すぎて心苦しいわ。あとは私たちに任せてください。試合終了。準備はとっくにできてる。行くぞ。それでは試合を始めます。作戦を変更する。分散が嫌なら望み通りにしてやろう。了解了解了解。進め。 T28 発見。隊列を維持しつつ西の路地へ交代。ナオミ、ラビットたちの援護を。イエスマン。敵車両ファイヤー。こちら正門チーム。チャーフィーの動きに仕組まれた何かを感じる。通用門組は注意せよ。装填完了。敵車両発見。気づいているのに無視されている気がしないでもないのだが、気のせいかな。敵車両発見。どうした？前進よ。敵の情報が届いた。前進。装填完了。ファイヤー。追尾攻撃は散発的。妙ね。装填完了。敵車両発見。下がれ。ファイヤー。効いてるな。前進よ。やるじゃん。十字方向から砲撃を確認。すごい、みんな頑張ってるね。頑張ればいいってもんじゃない。なんでそんなひねくれたことばかり言うのよ。よく見てごらん。ん？前進。心苦しいわ。あとは私たちに任せてください。試合終了。
チームに囲まれてしまった私たちでしたが、状況を突破するきっかけは観覧車の突入でした。えっへんえっへんじゃなくて、何だったんだよあれ。何って言われても見ての通りの観覧車ですけど。それは見ればわかるけど、どうして観覧車が転がってくるの。三船作戦ですから。三船作戦？これもあなたたちの作戦だったの？あ、いえ、これはこの子丸山咲ちゃんって言うんですけど。咲が観覧車って言ってくれて、私たち前にみんなで見た映画を思い出したんです。なるほどね、なかなか大胆なことを考えるわね。やるじゃない。ありがとうございます。確かにあの観覧車殿のおかげで我々は九死に一生を得ました。ちょっと待て、確かに九死に一生を得たかもしれんが、我々だって危なかったぞ。みんな大丈夫だったからいいじゃないですか。そもそもどうしてあんな大きな観覧車をお転がしになろうと思ったんでございますか。そりゃあんな大きなものが転がっていけばきっとみんなびっくりするかなって感じ。まあ確かに驚きましたわね。ですよね。ですよね。じゃない、敵どころか味方まで危なくしてどうすんのよ。ナオミがいなかったら私たちまでやられてたのよ。まあいいじゃないか、アリサ。ウサギちゃんたち許してやってくれよ。アリサは最近タカシとの関係がうまくいってないんだ。ナオミ、何勝手なこと言ってるのよ。そもそもまだ始まってすらいないのに関係も何もあるわけないでしょ。え、まだ始まってなかったんですか。アリサさん、かわいそう。すみません、アリサさん。そんなわけでウサギさんチームの起点で窮地を脱した私たちですが、この後は皆さんいろいろ工夫されていましたよね。うむ、ハンニバルのアルプス越えに匹敵する大胆さを示されては。ああ、我らの秘策をお披露目してお返しするのが武士の道でござる。名付けてアンティオ直伝マカロニ作戦ツバイ。世の既成概念を破るのが天才の仕事ぜよ。その作戦、ローズヒップも参加してたわよね。はい、私の華麗な誘導があればこその作戦だったでございますわ。ああ、即興だったがうまい誘導だった。協力に感謝だ。あの作戦ではカモさんチームにも協力してもらったな。クルセイダーの後を追うのが大変でした。ソドコが反撃しようとして大変でした。ちょっと、チームプレーがうまくいってよかったです。その頃ウエスタンゾーンではカチューシャさんたちも活躍してました。あら、カチューシャが一人ぼっちで寂しがってたって聞いたけれど。そんなわけないでしょ、ポルシェティーガーと三式の面倒だって見てあげてたんだから。うん、的確な指示でよかったよ。車体性能をうまく使ってくれたよね。僕たちも鍛えた体を生かせてよかったよ。さすがはくっちゃん。あれ、ゼロニモじゃないの。その変な呼び方やめなさいよね。まあでもそうね、ポルシェティーガーの実力はエキシビションの時に把握してたけど、三式も予想以上に頑張ってたわ。カチューシャが認めるほどですか。それは興味ありますね。ムニャ登場は一人チリアスな。カッちゃんはツンデレだね。だからカッちゃんは禁止っていうか、何をツンドラって。私は地吹雪のカチューシャなんだから。皆さん、カチューシャで遊ばないでください。うわ、ノンナさんの顔がおっかないもん。西住さん、感想戦へ早く。あ、はい。では皆さんの遭遇戦の様子を見てみることにしましょうか。わかった。それじゃあパンツァーボー。
くいくにゃ。それでは試合を始めます。鍛えた力を見せるとき頑張るんだ猫にゃ。僕たちでおびき寄せるんだ。見失っちゃった。行くぞ、アンツィオ直伝マカロニ作戦つばい。マスターアーモンファイヤー。作戦成功にゃ。行動不能。どういう状況みたいな。前進。止まって。奇襲に備えろ。どこから来るかわからないぞ。全然わからなかった。パッシング行動不能。簡単には勝てないな。前進。前進するにゃ。騙されないですのよ。発
進行動不能。いい勝負ですわ。全身奇襲に備えろ。どこから来るか分からないぞ。敵車両発見。いつでも行けますわ。試合終了。